ジャイアンツの先発は田口でした。ランナーを背負いますがアルモンテダブルプレー、無失点の立ち上がり。一方ドラゴンズの先発は松葉、ツーアウトランナー二塁で岡本という場面を迎えますが、ここもショートゴロ、松葉もピンチを切り抜けます。2回でした。ランナーは三塁二塁、バッター郡司、このチャンスの場面ではありましたがセカンドゴロ。田口が序盤粘りのピッチングを見せます。3回は丸のファインプレーがありました。アルモンテの打球落ちるかというところ、好判断で、そして最後はダイビングキャッチ、見事なプレーがありました。さあゲームは4回の裏動きました。今日2番に入っている松原、センターオーバーのツーベースヒットでチャンスを作るとランナー3塁まで進み、4番の岡本、左中間へタイムリーツーベースヒット、ジャイアンツが先制です。なおもランナー2塁で中島、ライト前タイムリーヒット、4回にジャイアンツが2点を先制します。追加点はジャイアンツ5回の裏、ランナー3塁1塁から丸、1・2塁間を抜けていきました、ライト前タイムリー。ジャイアンツのリードは3点。6回でした。強打、ランナー3塁2塁、セカンドゴロの間にまず1点を返します。反撃に出るドラゴンズはランナー3塁1塁、代打どの上、ライトフェンス直撃のタイムリーツーベース、どの上とっての今シーズンの初ヒット、この場面で出ました。さらにランナー3塁2塁で大島、このセカンドゴロの間に同点に追いつきます。3対3。7回でした。ランナー2塁1塁、阿部逆方向へ右中間を破っていきました。2点タイムリーツーベース、ドラゴンズが勝ち越しに成功。7回は代打医療、大江がここはなんとかピンチ切り抜けました。8回の裏、ジャイアンツは満塁というチャンスを作りましたが、福の前に代打岸田、これがダブルプレーになりまして同点ならず。一発が出れば同点という9回の裏、4番岡本、守護神ライデル・マルティネスの前に抑えられて、この3連戦初戦ドラゴンズが逆転勝ちです。